おとんがですね、もうサーフィン界の鬼のレジェンドさんに挑戦します。浦井真哲也です。だからもうあの前でパドルしたらブロックしますよ。ペッツは2本持っとるから俺も2本持っとる。なかなかおじさんたちが喜ぶサイズ。じゃあというわけでワンオンマンですね。そうですね。まあちょっと時間制限なしで、はい、そう時間制限作ると15分だと俺下手すると1本もね。なおかつマークするんでしょ。そうマークするんで。これ時間1分になったらもう、はい、ぴったりくっつくんで。さすがレジェンドですね。時間制限決めず優しい。はい。ちょっと俺も乗れるか不安だ。じゃあだって時間制限ない方がテスさん乗れば乗るだけ点数いくんだから。確かに。テスさんは2本の合計だけど俺乗った数全部の合計だから。そうですね。それでいきましょう。というわけで試合開始ということで、はい、行きましょう、はい、お願いします。俺先行こう。はい、両者ね沖についてあの波を探している状態ですね。本当ね、大人世代の方々からしたら本当に有名なような企画だと思います。テスさんはですね、現役時代にプロ JPSA のグランドチャンピオン3連覇してますから、本当にすごい、本当に鬼のレジェンドだと思います。こうやってね、動画出てくれるだけでも本当に感謝しかないのに、おとんと一緒にサーフィンをしてくれるというね、本当にすごい方です。これ、おとんいけるんじゃない。お、いけるか。いつもは自分一緒に入ってこれゴーゴーとか言ってるけど、一人になると多分自分の波選びで行くから、これはですねなかなか取れないと思います。あ、テスさんこれはあの先生をつけて戻りとしていたんですね。いやこれめっちゃ速いパドル、多分16やからやはり速いんでしょうね。さあこれで1本目、さあターン、ワンターン、速いや16すごい、お2ターン決めてきましたね。さすがのレジェンドです。あのやっぱりその普通のショートボードだけではなく、ああいうようなミッドレングスな感じで、しかも EPS という16あるサーフボードでもあの乗りこなしてくるってとこがやはりさすがの一言ですね。さあそんな中ですね、お供はまだ一方のノーライドで波探してますね。プライオリティは、おとんですね。はい、やっぱりデスさんは波を選ぶのも上手やし、動くのが早かったですね。とにかくさっきのは、さっきの波なんかデスさんが波待ちしていたところよりはるか左にブレイクしてたんですけど、それを見つけてすぐにパドルして波を追いかける。おとんはやっぱり、波が来たらパドリングを開始するだけなので、やはりテイクオフが遅れたりするんじゃないかなと思いますね。さあこれはですね、デスさんがテイクオフ、あこれは良くなかったですね。波が、波の状況がかなり難しくて、おとんはですね開始10分ぐらい経った今ノーライドで、これいけるんじゃないですか。あやっぱり波選びがやっぱ大事になってくるかなと思います。やはりね、テツさんとかは、はい、レジェンドなんで波選びとか上手ですね本当に。いやでもこれ波来てますね。波を追いかけて、まだもっとこれ立てるんじゃないですか。お、テイクオフ、お、ナイス、これはロールインですね。ナイスロールイン。さあ、おとんね、ナイスロールインでした、今の。本当に冗談抜きでナイステイクオフでしたね、今の。本当に、なんやろな。いつも通り、波に追いかけずに、波来たら乗るっていうスタイルで、今のやつは間に合わなかったし、間に合ったとしても、立つ頃にはスープになってたと思うので、いや、今のはね、動いてテイクオフできてからナイステイクオフでした。テスさんね、欠かさずこういう波も狙っていくんですね。波は小さくて風が食らっているんですけど、あでも本当いい練習ができるような波が来てますね。さあおとんテイクオフするか。おっとこれスピードいい感じや。あしかも波が切れとる。ここでワンターン。おーナイスナイスナイス。ナイスナイスガッツオーズ、ナイスライディング。マジでね、笑いますね、あれは本当に。テスさん、本当、テスさん、威嚇しますね。いい感じですね。ナイス勝負ですね。今のところですね、テスさんが、2ターン入れて、今の音、素晴らしいですね。ロールイン決めてきましたね。はい。ちょっとね、テスさん、レジェンドには申し訳ないんですけどね、こういうこと言ったら。
いやでも都市も近いということでレジェンドテツさんとオトンすごいね、いいサーファーですね。でも今のね、オトンのやつナイステイクオフやったし、立つとこも良かったし、本当良かったなと思います。サーフボードがやっぱり長いから、サーフボードを上げてリップに合わせるっていうのはかなり難しいと思うんやけど、でもすごいサーフィンを久々に10年ぶりに8年ぶりにした時よりかなり実力が上がってるなとか思います。さあこれ両者パドルしてますね。いやー波が垂れすぎるけど、うわパドル速いや、すごいどんから低下をしてきて、ここでワンターン、うまいなマジで。本当にオトンが今うわーとか言って叫んでましたけど、本当に本気で試合してますね。いい感じです。でもやっぱりああいうテツさんが乗ってるようなサーフボードを持っていたりすると、こういうような波が小さい時とかに使えるからすごいいいなと思います。やっぱりどんな波でも一緒の板乗っとったら、やっぱりサーフィンがですね、もしかしたら飽きてしまう可能性もあるので、ああいうようなサーフボードに乗ることによってサーフィン幅広がるし楽しめるんじゃないかなと思いますね、はい。おっとこれ波追いかけて、お両者ですねパドルしとるんやけど、どうやろう、おせっさんもテイクオフで、おとんもギリテイクオフ、ギリテイクオフですね。テッサンはターンできずフラウトって感じでしたね。いや素晴らしい対決です。ところでテッサンが見てます。やっぱりさすがですね、立つ位置がいいから、どんな波でもやっぱりワンターン入れるような波が乗れるんですよね。はいや、でここでフローター抜けて、まあ、一発ですね。さすがですね、本当に。おっとこれもしかして右の方までおとんがテイクオフしてたんじゃないですか。なんかやったんですかね。一旦上がってきてますね。おっとガッツポーズ。これを勝った確信をしてますね、鉄さんは。一方でおとんは、いやもう疲れたーって感じですね。チャンネル登録よろしく。どうでした？結構面白い。ほとんど会話が面白い。でもやっぱりこのサーフボードめちゃくちゃ走りますね。走るし、でもね、音一発いいの決めたでしょ。決めてましたね。バチンってガッツポーズして、あれゴーゴーって言ったら本当にいかれて、はい、試合だったらありえないね。譲っちゃダメで、ね、優しさが出ましたね。ちょっとね、見たかったの。お父さんのやる気を。一個聞いていい、はい、優しくないから。俺がさ、テッサンここにおって、うん、ゴー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 ってわざと行かしてインターフェア取ろうとして。いや、行ってくれたら後ろからアピールしようと思ったら超おもろいもん。実はそれ俺が狙って反対でずっとおったのにバレとってさ。バレてたやっぱ。いや、意外やね、試合巧者かも。あー、いいっすね。乗らなかった ね、 結構 ね、 ね、狙っててさ、はぁ、ガブレールのこの、これ分かった？何やそれ。いや、だけどテッサンさ、4者が決めてくるもん。ほんとに。いや、ほとりあえずほら決めちゃったからまずいじゃないですか。一応この俺は上がってきて、これ調子乗って乗ったことはなくて、これテッサンの影響で、そう30リッターいけるかな。いけるんじゃない。やってみます。はい、勝負2ラウンド目、2ラウンド目、ラウンド2で。そうですね、よろしくお願いします。 OK です。俺今度ねテッサンのインターフェア通る。それインチキ使わんと思うよ。そうですね。ラウンド2スタートです。今回はですね、ちょっと両者さっきのミッドレングスよりは、短めのサーフボードで、2人とも、トライフィンで、しかも2人とも、いいペースのような素材を乗ってますね。ほとんどはプレステボで、前回僕がリハビリサーフで使ったサーフボードを乗っていますね。ほとんど30リッターはサーフィン久々にしてから初なので、テイクオフしてどこまでできるかがすごい見どころかなと思いますね。テスさんは乗っている板は、さっきも言った通りの33リッターに乗ってますね。あれも EPS なんでしょうか。 EPS ですね、はい。でもいい感じの戦いにはなってきてますね。レジェンドで、ね、テスさんは戦う機会なんてもうないと思うので、ちょっと音にはですね、ビッグターン見せてほしいなと思います。ここら辺で、でも波も小さいし風は食らってるけど、意外とこうやって入ってきて波を選べばいいかなと思います。いや、これどっちが乗るやろ。あー、波速いな。若干波がサイズアップしてきとるんだ。それがセットの範囲、回数が多くなってきてるからですね。
まあ、でも、ほとんどが、まあ、最近ずっとっていうか、ずっとね、プレスエボもうでかい板乗ってたし、スムースオペレーターもかなり、40リッターあるから、今回30リッターなので、よりね、板が動かしやすくなると思います。さっきターンをするときに、板を上げれなかったところも、さっきより上げれるようになると思うんですけど、まあ、問題は、テイクオフが40リッターより、今乗っている30リッターの方が、遅くなるかなとか思いますね。まあ、だけど、そこら辺をね、ちょっと視聴者さんの方にも、結構見どころだと思うので、その辺もチェックして、ね、見ていただけると、おもろいかなと思います。あ、これセット入りましたね。これは多分、テツさんの波です。これ音を引いたらこれはやばい、やばすぎる。さあ音テイクオフですね。これはお、ナイステイクオフ、やばーです。怒ってますね。これレジェンド怒らしたわマジで。完全にテツさんが奥から来た波をほとんど無理やり取りましたね。もしかしたら音にプライオリティがあったのかなっていう感じなんですけど、これはおもろいですね。テスさんもね、インターフェアしたくないので、テイクオフしやんかったけど、でもね、今のは結構ね、おもろかったですね。なかなかのハードセッションっていうか、ハードヒートですね。あ、でも裏にもセット来とるし、セット入る回数が増えてきました。ただ、今のでテスさんも、火がついて、ここら辺でもね、3ターンぐらいしてくるんじゃないかなと思います。あ、この波は速いですね。でも意外とね、波形よくて、はい、練習にはなると思います。さあ波入ってきてますね。両者パドルで、これはテスさんがテイクオフですね。このサーフボードでもめちゃくちゃテイクオフが速い。あ、こっちの方がめちゃくちゃねパフォーマンスな感じの動きで、うふふわ、しっかりと2ターン綺麗な感じで入れてきてますね。おっ、そうぜ。さあ音はねちょっと焦り気味で焦ってますね。これ完全に、さあ来ましたね。これは吸ってますね。テイクオフ、お、波上がってきてる、波立ってきてる。あ、ここはフルアウトで、ほんとバチバチですからね、ほんとおもろいっすね。さあテスさんがですね、波狙ってるみたいですね。おっと、これは絶対テイクオフできる。うわ、いい波ですね。これ一発入れれそうですね。うおっ、やば、さすがですね。さすがのターンでした今の。ちょっと音もで焦ってプライオリティをしっかりと取りに行ってますね。さあここでテイクオフ。あ、でもやっぱりこっちのサーフボードは動かしやすそうですね。動かしやすそうですし、テイクオフもなんかすんなりいくか、レールが入りやすいから、引っかかったりする様子がないからすごい良さそうですね。でもプレセボっていう板は僕もですね昨日乗ったんですけど、本当にパフォーマンスもできるし、っていうかパフォーマンスをできるように作られてるんですよね。もちろんモデルによって違うんですけど、RNF ウルトラっていう音が乗ってるやつはテールがすごいウィング入っとったり、フィッシュになってたりするので、すごいねターンがしやすくなってますね。ただテイクオフが速いだけのモードではないので、ターンしたい質とかめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。さあこれがですね、ちょっと最後の一本になってくると思いますね。おっと、これ乗れるか。お手がやばい、思いっきり刺さった。おっと、笑ってますね。これは絶対に笑いも。今のワイパートは素晴らしかったですね。ナイスワイパートでした。最後のはマジ決めてほしかったですね。ナイスワイパートでしたね。お疲れ様でした。お疲れ。最後のやばかったよ。見せたでしょ。だいぶ見せましたね。ああ、いや面白かった。これさ、朝倉未来がヤンキーが挑んどる人の気持ちが分かった。ボコボコだってさ、やばかったもん。うまかった。いやいやいや、スピードが面白かったこのサーフボードに書いてからマニューバーがすごい。ああ、いやだから逆にずっとこれでやってほしかった。いやでもね、見てたら一本ヤシさんとローラーコースターもスピード乗ったし、はいはい、そのなんだろう、今日自分もこっち使ってこれ使って、ヤスさんもこれ使ってこれ使って、うん、なんか塗り分け、はいはい、その波によって同じ小さい波でも、うん、やっぱポケットのある波っていうか、
漏れてくる波だとヤスさんもすげえ板走ってたし、でも意外にさ、乗れそうじゃない、どう乗れてる、いや全然乗れると思いますね、もうちょっと張ってきてね、最初のあの大きいのでロールインするよりも、あれの方がちょっと後ろから板がこう、俺あれメイクしたと思ったらぐちぐちっとなったもん、いやあれはもうメイクしたかなと思って、惜しかった、もうでも楽しく、まあボコボコなんだけど、でもすげえ楽しかった、めっちゃよかったっすよ、楽しかった、これ結構神回だよね、いやかなり神回でしたね、こんなテスさん普通やってくれんしさ、いやいやいや85万払えばいけるかもいや本当かほら、嵐とやると刺激をもらうサーフィンだけど、ヤシさんとやると楽しい、やっぱりほら近い年代というか先輩なんかとやると会話が、ね、あのやっぱり後輩とかとやるとどうしてもこう、ね、サーフィンを見てあげなきゃいけないし、こう 楽しいのもいいんだけど、やっぱ真剣にやらなきゃいけないけど、息子の話するからね、そう息子が今さ頑張ってうまいじゃん、勝負1年であんだけできたら、いやいや、ね、あんだけできたらすごいからさ、まあそれもあるし、まあなんつだろう、の会話をしてサーフィンできるってなかなかプロだとないから、そういうところで今日はなんかこう試合というのは、まあ一応マークは2回ぐらいこう後ろから回って行かせてとかやったけど、まあそれもそれでなんかこう楽しかったという、これミッサーの波を撮ったような一本、そうだ見た、見て、あれも狙ってさ、俺本当はインターフェア行きたかった、被って行こうとしたけど、なんか前でこうなんかでやたら俺の後ろについてきたり、こうなんかこうなんどっちみたいなだって朝倉未来と戦うんだったらインチキするしかないからそうですそれだよ、それもいい戦いでした、本当にいやいや面白かった、いやいや、こちらこそありがとうございました、まあ、というわけで本日はこんな感じでね、ちょっと終えていきたいなと思います、はい、というわけでテスさん本当にありがとうございました、いやいや、こちらこそありがとうございました、ぜひあのチャンネル登録よろしくお願いします、はい、テスさんの方のインスタグラムとかも、ね、よろしくお願いします、そう、あとスクール、またテスさんに、ね、俺こそっとあの、アドバイスもらって、はい、次回またさらにスキルアップするつもりがあるから、ね、テスさんちょっと教えてもらったら、はい、ちょっと教えてもらったら変わるでしょ、あの結局今日もやっぱりこうヤシさんみたいにこう復活組、はい、っていうのは上手い人と一緒に入って波の技を、今日自分がゴーゴーって言った波が何本かこう、はい、いい波だから、そういうこう上手い人、まあ、レッスンでも陸だけじゃなくて一緒に入ってもらって波のアドバイスをもらうだけで、はい、やってた人っていうのはこう、あ、こういう感じだっていうのを思い出すから、はい、でやってもらえると、ちょっとでも切れたいい波のよりも安さこう走ってロールインまでパチンとしてたんで、はい、まあ、そういうことがいろいろみんなできると思うんで、ロールインって言ったよ俺の得意なやつ、得意なやつ得意な、まあ、というわけで本日もありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様です、はい、というわけでですね、本日お疲れ様でした、いい試合だったね手応えありですか、いやあのさ俺結構エグいの決めてガッツポーズしたじゃん、はい、あれ自分で動画見たら何がガッツポーズかどこか分かんないゾッとしたけど、でもやっとる時は楽しかったからいいんだけどね、はい、まあ自己満の世界もあるじゃん、そうですね、でテスさん相手してくれてさ、はい、まあほんで途中で一発決めたと思ってガッツポーズしたのもダメで、こけんだったらこれすごかったやろと思ったやつも見たけどボード上がってなかった、そうなんですけど、まあ本日、ね、まあ、テスさんレジェンドと戦ったということで、本日ね、僕がよく泊まっている宿泊施設があると思うんですけど、今からねそこに行って、まあなんていうんやろ、祝賀会、優勝祝賀会、優勝したんですか、優勝した手でいきましょう、まあそんな感じでね、はい、テスさんには悪いけど、そうですね、まあ、そんな感じでね、ちょっと今ね向かっているんですけど、まあ、ちょっと到着したらカメラ回していきたいなと思います、まあでもさ楽しかったし、哲さん面白いし、はい、なんか試合っていうだけで本気でやるじゃん、はい、ちょっとこうマークじゃないけど後ろから行ってみたり、はい、波取り合いしたり、はい、あんな普段怒られるじゃん、あんな波取っとったら、そうですね、だからそれは面白かった、だから良かったなと思う、だからこれぜひ見てほしいな、でもこれ最後か、はい、まあ、というわけでね、今着いたのでそこの場所で、ね、撮影していきながらやっていきたいと思います、あれでしょ、嵐くんから俺に賞金かなんか出るんでしょ、頑張ったからプレゼントとかさ、押して無視しました、いつもの無視です、はい、というわけ ですね、こちらが今回ですね、僕が予約した場所なんですけど、何度かですね泊まったことあるし、福井くんの祝勝会もここであったんですけど、僕の大のお気に入りで、一宮海岸から徒歩5分の場所で、コンビニまで徒歩1分の場所です、ちょっとね、いつもね、ここでお世話になってるんですけど、ちょっとね、ここで今回は、お
トーンの縮小会やっていきたいと思います。ここ縮小会専門な場所だね。はい、ちょっと今回縮小会動画には残さないんですけど、ちょっとここの施設の紹介をしていきたいなと思います。はい、これでも広いしさ、やっぱりなんていうの、まあエアビーの人には悪いけど結構気兼ねなく楽しめるじゃん。そうですね、家だと片付、まあ、片付けるんだけどやっぱ気分がさいいね。料理人としてどうですかこの広い。じゃあ広いからうちよりやりやすいじゃん。そうですね。あと僕がねすごいお気に入りの場所があって、ここなんですけど、やっぱりねサーファーとか友達と来たらバーベキューとかしたいと思うんですけど、まあ、こうやって外行くと見てくださいよ、これすごい。夏はさここでバーベキュー、ね、そこテーブルもあるし、ドデッキも広いね。ちょっと暗くてね見えたるか分からないんですけど、こんな感じでね広い、うん、ウッドデッキとかがあってかなり最高なんですよ。そう、いやかなりすごくてね、いいね、いい施設です。おしゃれ、いやおしゃれ、これはいいわ、うん、冬でも全然ねこの場所でバーベキューとかしてもちょっと空とか綺麗じゃん。本当よ、見えるそれで見える。でしかもここ枠フェンスがあるから周りに気使わず楽しめるかなと思います。でやかましくしんかったら大丈夫な、ね、はい、まあ、というわけで本日ここで宿泊ということで、今日ところで試合どうだった、これから見て。いや、かなり良かったですね。100年早いか20年早いか、まあというわけでですね、こんな感じで本日はですね、さすがですね、いつもウェルカムシャンパンある。当然これ。あ、素晴らしい。今回これで乾杯ですね。僕もめんけど。これ素晴らしいね。もう楽しみですね。これでねちょっと料理作って、あと寿司とか買ってきて、はい、楽しんで乾杯して、で本番の試合来ね、はい、またどっかのショップの大会とか、ちっちゃいひよこクラスかね、はい、ゾウさんクラスか分からんけど、そこで挑戦するっていうことで。まあでもテスさんも付き合ってくれていい人ですね。最高ですね。テスさんのコーチングで試合出ますか。そうですね、まあ、あとはこちらちょっと話変わるんですけど、風呂とかもすごい施設良くて綺麗なんですよ。広くね、めっちゃ広い。でここの洗面台もすごい、洗濯機もあるからさ。でしかもここに来るとサーファーがすぐに風呂入れるようになってるんですよね。どういうこと、裏から回れるの。はい、だからすごいんですよ、これさ見て、タオルとかのセットもすごい綺麗。うん、素晴らしいです。いいね、上に部屋もあってね、すごいいい施設なんで、皆さんこっちは部屋ないの。ぜひ、いやそこはトイレ。あ、よく知ってる。で、上にすごい泊まれるので、これ最大8人ぐらい泊まれるのかな。じゃあみんなでパーティーとかクリスマス、これからクリスマスもすぐだからさ、はい、ここでクリスマスパーティーの正月とかも ね迎えたらいいかもしれないね。まあというわけですね、本日はこんな感じで今からですねちょっと祝勝会やっていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。